まずはこちらの2つ、似ている形をたまたま見つけたのですが、これは両方ともおそらく紐を天井から天井とかからぶら下げてくる紐のスイッチありますよね、あれの先のものとなると思います。だからここに両方とも穴が開いていて、そこから先に通してこっちを何か結ぶとか他のものでこう紐が抜けないようにして、それでこれをぶら下げておくような感じ。初めにこれを見つけて、あ、いいなと思って、そして店をまた回っていたらこちらを見つけました。はい、こちらは以前にも似たようなものを紹介したことがあったんですけれども、このように蓋もついていまして、それでこのように収納して持ち運ぶ携帯の小さなコップ、ここに一応ブランドメーカーの名前も見えるようになっています。このように開けて、このように引っ張ると固定されると。なんとこれ底がくっついてるんですよね。ちょっと水入れてみましょうか。見てください、このように水を入れましたが、漏れて、あ、ちょっとだけ漏れてきました。きっと早く飲めということですね。そのようにしてキャンプだとかアウトドアに持っていた道具の一つだと思います。次はこちらです。織り物をするときにこうシャッシャッと入れるシャトルっていうやつですか、ここに糸をぐるぐる巻いて、そして織り機をシャッと入れて、パタンと縦糸の順番というか変えて、そしてまたこっちからシャッ、また縦糸変えて横糸、これ横糸用、そうです、言い忘れました、これ横糸用のだと思うんです。次はこちら、これはもともとはこのように長いネックレスだったと思うんですけれども、この切れた状態のものがこのようにアクセサリーのコーナーにこれがぶら下がってました。でこれみんな細かいガラスビーズで全部作られているんですけれども、この丸いのの中にこうやってみると、これもまたガラスビーズなのかな、何か白っぽいものが、丸いものが入っていますね。これがとても可愛い形だな、面白いなと思ってこれも買いました。はい、そして次はこちらです。皆さんこれ何だと思いますか。これはですね、ホッチキス、英語ではステイプラーと言います。ここにベイビーって書いてありますね。ちっちゃいからベイビーって名前つけたんでしょうかね。でこれはここにバネがありまして、ここにもバネがありまして、でこれをこうガチャンと押すわけですね。そしてここが面白くって、こうこうなってたんですよね、見た時。でなんだかよく分かんなくて、そしたらこれはここにバネがあって、ここをガチャンと押さえると跳ね返ると、これのバネをこうやって取り外すと、ここに芯を入れる引き出しがちょっと硬いけどありまして、でここにこの隙間にホッチキスの芯を入れて使うと。で買った時はですね、ホッチキスの芯が詰まって壊れてたというか使えなくなっていたんですよね。これがグーッとなったまんまで、これだけのホッチキスの芯が出てきました。ほら、こういう風に曲がって引っかかっちゃったんですね。また引っかかるのが大変ですので、もうこのまま芯を入れないで飾りかなと思っています。はい、ホッチキスでした。次はこちらです。こんなに優しい音がするベルでしたね。何につけたんでしょうね。おとなしい動物につけたんでしょうか。細い棒1本だけで音が鳴るようになってます。上はこういう感じですね。とてもシンプルで、こ
この蓋のように乗っかっている部分もまた可愛いと思います。はい、次はこちらです。これは何かご存知でしょうか。皆さん分かりますか。これはですね、ここにあるものを入れるんですよね。それでこれをギュッギュッと固定するんですね。でこれは鉄で結構重たくできていて、何かと申しますと、これはクリスマスツリーをこうやって切った生木をここに入れて、そして飾るためのですね、デザインが見えますよね。でここも結構凝ってますよね。鉢植えの生の木を買ってきて飾り付けした動画とかもあるんですけれども、あと概要欄にリンクを載せておきますけれども、ですのでクリスマスツリーに私は使う予定はないんですが、ここに何か他の棒状のものを挿して部屋のディスプレイとか何かに役に立てたいなと思っています。はい、これはフランスの鳥の絵のゲームなんですが、このように開けると小さい鳥のカードがたくさんと、このように大きいカードがあります。で、何をするかというと、これはビンゴカードのようなものですね。1人1枚ずつこのカードを持って、で、こうやってひっくり返していって、順番にカードをめくって、この子はここに、同じ鳥があった、こうやって乗っけていくわけですよね。ロットというゲームのようですね。このようにいろんなバージョンのゲームがあるようですね。これなんかシンデレラですし、これはフルーツ、それからこれはキノコ、面白いですね。蓋の内側にもこのように可愛らしい絵が描いてありまして、説明が書いてあります。で、ここにフェルナンド・ナサンってあるんですが、この人は多分イラストレーターかなんかだったと思うんですけれども、時々この人の作ったデザインした本、おもちゃ、それから学校の教える時に使う大きいポスターありますよね。そういうものが出回っていたりするようです。はい、次はゲームの板ですね。こういうふうに折りたたんであって、多分元は箱に入ってゲームのコマと一緒に入ってたと思うんですけれども、大きな花のパターン、数がこのようにぐるーっとあって、そしてまたこの中に行くと。で、ここにスタンプで、これはお店の名前か何かでしょうかね。ちなみに裏を返すと、家とそれを結ぶ道、この街灯の絵が一個一個可愛いですよね。